劇作家の重信です。エスカの鈴井です。よろしくお願いします。いますはい。演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、えー、妻小学生になる第八話いきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。いやこちらもなかなか華強に突入してきましたかね。ねうんうん、はい。いよいよこうね、秘密が明らかになってっていうような回ですかね。はい。い、えー、きましょうか。はい。はい、えっと二、はい、分のところ。はい。 こう家族をやっぱなんかこうすごくね背景というか今までのこう人生だったりこう関係が当たるような非常にいい体の響きとでそれは短いんですけどね短いんですけどうん,、うん、なんかそういうのが凝縮されているような、うん、シーンだったなって思いました素晴らしかったと思います。うん そういやーこれね多分今後ねえこれが増幅されていって、うん、まあ最終回にドトン突入をしていくんでしょうけどうんうーん,なんかこうなんていうんですかねまあでも人がいなくなるとかそういうところに深く触れてくるうんですよね、はい、入って次が二十、はい 1>, 1分ですね、はいえー。生まれ変わりの話を聞いたところのみんな。うんうん、これねすごくね体が響いてる、いい、ね、お芝居だったんですね。で、よい交流もあり、素晴らしかったですね。うんちょっとごめんなさい。一瞬あのテレビがついちゃったで、ああ、了解です。なんか。 勝手にテレビがついてる心霊現象じゃなそう。押したんでしょ多分押したなん。押したんじゃなかったら怖いっす怖いな、怖いな。はい、ごめんなさい、ごめんなさい。えっと、20分のカフェのところですかね。そうそうそう。ひょういの真相を知ったっていう。うん。いやー、まあね、これね。 っていうことはもう、なんて言うんだろう。もういなくなるっていうことがもう、うん、大筋みんな、ね、結末自体は分かってしまったっていう。ですよ、ね、うん。うん、で、えー、30分のところなんですけど、み、はい、さんと、ほら、あの、いつものカフェのマスターですよね。はい。のところの生まれ変わりの話をするところ。うんうん なんかこうやっぱりねシンプルでで綺麗な交流をしていたし、うん、でここは非常になんかこう繊細で嘘がないというか、うん、そうですねやっぱりシンプルですね良い交流をしていたと思います、うん、なんかやっぱりこう,う、ね、不思議な説得力があるというか、ね、あるねうん、なんでしょうねなんかうんそうなんですよねそうそんなにやっぱり都合がいいことばっかりじゃないよっていうのはやっぱりねうん、うん 確かにね、そうですよね。なんか、そう,こう、魔法は切れてしまうんだな、じゃないけど、うん、そう、っていう、もう、もはや、もはや、もう、ちょっと身構えてしまうような、ね、悲しみが待っているっていう,、ねうね、ところですね。はい。で、ラスト、38分ですね。はい記憶がこう だだんだん鮮明になってきたというか、うん、うん石田さんと、えー、前田さんのこうみんなにこう本当のことを話すところ、うん、やっぱりそれぞれが、ね、抱えているもの関係だったりっていうのがね非常に体に響いているし、うん、でそれをもらうし繊細でしたねいいやり取りだったと思います。うん で堤さんと牧田さんもねすごくいい交流だったと思いましたね。うん、ここはでもだんだんね良くない方向にこう行きだしたというか <laughs> うん、うん、まあ別れが必ずあるんだっていうことはもう明確にはね,あねあまあそれをなんとか回避しようとするんでしょうけど<ー>そうあと僕いいなと思ったのは吉田洋さんがここにいてちょっとやっぱり。 一人だけ、でも娘が帰ってくるんだっていう、妻が去ってしまうっていうのと、うんね、娘が帰ってくるっていうのは、ね、うん、逆のベクトルで、そう、受け取り方がね、ちょっと一人違うっていう、ねうんうん、ところが、すごくいいところだったですよね。うん。いやー、まあでもね、そう、まあ人はいずれね、亡くなってしまうものだから、別れっていうのはまあ必ず来るわけですけど。うん うんいやー,ねー、ねなんかねもうどうなるんでしょう、あと9話と10話あるのかな、多分だから<ー>、ね、どんな感じでラストを、ね、迎えるのか、ね、別れを、ね、乗り越えるのかっていうところが、うん、やっぱり見どころになってくるのかなと思いますけど。で、あの、堤さんとね、森田さんのその後も、気になりますよね。うん そうですね果たしてどういうふうになっていくのかっていう、ねうん、ところですよね。そういやー、ね、いやーどうなるんでしょうね。ういや、これもね、楽しみですね。はいというわけで、妻、小学生になるの第8話でございました。ありがとうございました。この動画、少しでもいいなと思った方は、チャンネル登録、グッドボタン、コメントなどなどしていただければと思います。 お気に入りのシーンだったり、お気に入りの俳優さんだったり、ぜひ教えていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。